有限公司副总裁王坤先生，
份有限公司合资合作部部长刘忠胜先生，铃木株式会社副社长林木俊宏先生，铃木株式会社常务董事严月龙史先生，铃木株式会社四轮中国营业部部长赖奇真木先生，铃木株式会社海外四轮营业企划部部长竹内寿志先生，铃木中国投资有限公司总经理严赖道甫先生，重庆长安铃木汽车有限公司总经理钱景庆一先生，重庆长安铃木汽车有限公司常务副总经理蔡勇先生，重庆长安铃木汽车有限公司副总经理孙长松先生，重庆长安铃木汽车有限公司营销部副部长铃木忠诚先生，再次感谢各位的莅临。现在我宣布铃木新闻发布会正式开始。首先有请铃木株式会社副社长铃木俊宏先生上台发言。有请铃木先生。皆様こんにちは。本日は鈴木プレスカンファレンスにようこそお越しくださいました。皆様ご承知の通り、鈴木は本日ここに展示しております各種四輪車に加え、新たに中国に導入する V ストローブ1000を含む二輪車、今年50周年を迎える仙台駅と多岐にわたる商品を中国のお客様に提案する総合輸送機器メーカーです。この場をお借りして日頃より鈴木製品をご愛顧いただいております中国のお客様に心より感謝申し上げます。鈴木はさまざまな車を通してそれぞれの時代に即した新しい提案をしております。そして車を投入するセグメントにおいてトップレベルの環境性能を目指すことが開発方針の一つです。卓越した環境性能を実現するため次世代軽量プラットフォーム導入をはじめとする車体の改良、マイルドハイブリッドシステムなどのエネルギーマネージメント、そしてパワートレインの効率向上、これら3分野の新技術に取り組んでおります。パワートレインの効率向上の効果の一つが低燃費と力強い動力性能を両立した直噴ターボエンジンブースタージェットです。特に中国市場では高出力のエンジン需要が高く、これに応えるべく開発したのが 1.4 リッターブースタージェットです。それではエンジンの詳細を開発エンジニアに紹介してもらいましょう。A direct injection turbo engine combines smaller displacement for high fuel efficiency with a turbocharger for high torque. We designed it light and compact with the idea of installing it in compact vehicles. And the engine's responsive. It revs up smartly, carrying on all the great performance you expect in a Suzuki engine. This is our direct injection turbo engine, the Booster Jet.This 1.4-liter booster jet was developed to meet demand in the Chinese market and is being launched in China ahead of the rest of the world. ご覧いただきました
ブースタージェットは世界に先駆け中国市場より導入いたしますので楽しみにお待ちください。続きは重要市場と位置づけるここ中国において50万台の販売を目標としております。この目標を早期に達成すべく2013年には都市型 SUV SX4 S クロス、昨年には A 級セダンアリギオと毎年新モデルを投入し中国における販売拡大に注力してまいりました。そして本年は人気の高まる SUV 市場に新型ビターラを投入いたします。ビターラは現在中国のお客様の趣向に合うよう最終調整を進めており、必ずや中国の皆様のご期待に添えるモデルに仕上がると確信しております。さらに本日は2台のコンセプトモデル IK2 と IM4 をご紹介いたします。これらはスズキが蓄積してきたノウハウを駆使し、お客様の期待を超える新しいコンパクトカーの価値を提案するモデルです。 IK2 はデザイン、ユーティリティ、ハイテク性、走り、燃費といったコンパクトカーに求められる要素を高次元で実現するモデルです。このコンセプトをもとにした量産モデルを中国に導入する計画です。 IM4 は SUV カテゴリーでさまざまな提案をしてきたスズキによるコンパクトカーの新たなる可能性や楽しみを広げる全く新しいジャンルのモデルです。ここ中国で新しいカテゴリーを開拓すべく IM4 の量産モデル投入の検討も進めております。このようにスズキは今後も積極的に中国市場に新商品の投入を計画しておりますのでご期待ください。それでは2台のコンセプトモデル IK2 と IM4 をご覧ください。The concept theme for the IK2 is harmonized force. The design theme is liquid flow. It expresses the dynamism of an energetic movement of liquid. All the flowing contours of the exterior design are harmonized to form the ideal compact car. Harmony, elegance, and energy wave.These three design keywords inspire the flowing curves of a body that is refined and graceful, yet dynamic. Suzuki DNA in every detail. Innovative, yet somehow nostalgic.
isn't the kind of elegance I wanted to express. The uniqueness of the Iron Four brings inspiration to everyday life. IK2 はスタイリッシュなフォルム、広々とした室内空間、スマートな走りなど多岐にわたる特徴を合わせますコンパクトハッチバックです。そしてこれらのさまざまな要素、リキッドフローをテーマにした流れるようなデザインにより調和させています。コンパクトカーにおいて高い評価を得てきたスズキが、そのサイズを超える価値を提供する車、それが IK2 です。 IM4 は初代ジムニー以来、ビターラ、SX4 などSUV カテゴリーにおいて新しい価値を提供してきたスズキが提案する新しいジャンルのコンパクトカーです。スズキの四駆の伝統を受け継ぐ確かなパフォーマンスと最新の環境技術を備え、知的でありながらタフ、そしてシンプルながら愛着が湧き、先進的ながらどこか懐かしいデザイン、 IM4 はパーソナルなライフスタイルに馴染み、日常にインスピレーションを与える車です。この2台のコンセプトモデルは新しいライフスタイルを求める中国のお客様に必ず気に入っていただけると確信しております。ぜひごゆっくりご覧ください。接下来进入拍照留念环节，首先有请铃木株式会社副社长铃木俊宏先生登台。 Sì, siamo d'accordo